ダグラス DC-3 フラッグシップノックスビルの下側に取り付けられた LP-21 回転可能ループアンテナを収納する涙型のハウジング。ループアンテナは自動無線コンパスに使用されます。ADF 自動方向探知機とは電波広報を行うために航空機に搭載される航空計器の一種で指定した周波数の電波を発信する無視向性無線標識の 方角を示す契機である。無線方向探知機の一種だが、主にラジオ放送を受信して、放送局の方向を示すことから、ラジオコンパスとも呼ばれる。船舶、または航空機から適切な無線局までの相対方位を自動的かつ、継続的に表示する。もともとは190から5 3 5ヘルツ中破帯の無指向性無線標識を利用していたが、後に、 民間のラジオ放送局も NDB として利用するようになり 1700kHz 中波帯まで拡張された。RDF ユニットと同様にほとんどの ADF 受信機も中波放送局を受信できるが、前述のようにこれらはナビゲーション目的では信頼性が低くなる。約5度の精度しかないため近年ではより精度が高い超短波全方向式無線標識を利用する。 超短波全方向範囲に世代交代しているが構造が簡単でコストが安いため古い時代には標準的に搭載されていた。船舶などにも搭載されている。装置は指向性の強いアンテナと真空管や半導体で動作する AM 中波ラジオと方位を表示するラジオマグネティックインジケーターで構成されており、目的の無指向性無線標識が出している電波に 周波数を合わせて受信して放送内容を聞いて目的の NDB であるかどうかパイロット加工法師が判断する目的の電波を受信できればインジケーターの針が自動的に電波の発信源の方向を向く電波が目的のものであるか識別できるようにモールス信号で ID が送信されている無線機の能力が向上した時代ではモールス信号の ID の後に 音声で NDB の名前を告知するようになった。一般の AM ラジオ放送局を NDB として使用するようになると、ラジオ放送局にどこの放送局なのか識別できるように曲名を一定間隔で告知するように義務化された時期があったが、現在では廃止されている。現在のラジオやテレビの番組のオープニングとエンディングで曲名を告知するのは、この当時の制度の名残でもある。 アメリカをはじめとする北米の無指向性無線標識は電波出力によって分類されています。ADF は飛行場が見える距離では役に立たないので他の方式による誘導が必要になる。針が突然逆方向を向いた場合は NDB を通り過ぎてしまったことを意味する。 単純に ADF が示す方向に進路を取り続けて、飛行することで NDB に向かう後方法で、風が強いほど遠回りになり、目的地への到達時間が長くなる、技術的に簡単景気を見ながら、風によって流される分を考慮して NDB に最短距離で向かう後方法、高度な技術を要する。航空機の RMA バリが2本あり、 同時に別の NDB を指すことができるタイプ、磁気コンパスも組み込まれており、操縦者が容易に方位を特定できるようになっている。ありがとうございます。